本日吹田市は最高気温が29度になる予報が出ています。ご来場の皆様も水分補給等暑さ対策には十分ご注意くださいますようよろしくお願いいたします。本日はご観戦誠にありがとうございます。攻守方向入れ替わりまして、これより第2クォーターに入ります。画面向かって左から右に攻める格好でクラブベアーズ、相手陣14ヤードからセカンドダウンテン。ここをパスで突破から通しましたが、サイドワインダーズ44番ナイスメス。右に回したワイドレシーバー、2番のキャッチアンドランを図りましたクラブベアーズ。しかしこれをサイドワインダーズ44番の中谷、素晴らしい反応をしまして約5ヤードロスに変えています。4ヤードロス後ろに下がっています。クラブベアーズ下げられましてサードダウン14、ボールオンは相手陣18ヤードの状況。果たしてどのようなプレーで突破するでしょうか。ベアーズサードダウン、タッチダウンまでは残り18ヤード。パス不成功、パス不成功の判定です。パスは不成功。クォーターバックがハンドオフウェイから左に流れてパスを投じましたが、レシーバーキャッチした瞬間にヒットされこのパスをキャッチできませんでした。パス不成功となりましてフォースダウンに変わります。クラブベアーズダウンが進みます。フォースダウン、クラブベアーズフォーメーションを変えましてフィールドゴールトライ、キックレングス35ヤードのフィールドゴールをキッカー87番のユキタ狙います。さあどうだ、キック成功、3点獲得。この距離を見事ユキタ決めまして、クラブベアーズ3点を返しました。クラブベアーズ3点、サイドワインダーズ13点、その差10点差という形に変わります。フィールドゴールが決まり3点を獲得しています。厳しい状況になりましたクラブベアーズですが、まずここはユキタのフィールドゴールでまず得点を返す形になりました。さあこれが試合の状況を変えるその得点1ポイントになるでしょうか。そのフィールドゴール決めました、87番ユキタがそのままキックオフキッカーを務めます。対しましてサイドワインダーズリターナーに7番と25番を配置しました。得点を挙げました7番は藤本、クラブベアーズのキックオフで試合が再開します。さあ低いゴロキックを蹴りましてサイドワインダーズ、しかしリターンに入ります。ジャックルしましたが、さあ返せるでしょうか。これはベアーズもカバーよくサイドワインダーズ自陣20ヤード付近からのリターンとなります。クラブベアーズリターナーは25番のイカイでした。キッカー87番ユキタ選手のキックオフで試合再開。このキックオフボールをサイドワインダーズリターナー25番イカイヒロア選手、約5ヤードのリターン。攻撃権はブラックのユニフォームサイドワインダーズ。サイドワインダーズ自陣22ヤードからのファーストダウン10。4回の攻撃権のうちの1回目の攻撃です。パス成功。まずサイドワインダーズ好調なパスプレーから入りました。右に展開していたワイドレシーバー12番にショートパスを通し、そこからキャッチャーのラン、見事攻撃権更新としています。サイドワインダーズファースター、素晴らしいキャッチャーのランをしましたのは12番の田原。
サイドワインダーズ自陣38ヤード付近よりファーストダウン10。サイドワインダーズ自陣38ヤードからファーストダウン10。さあここでランプレーを挟みます。サイドワインダーズランニングバック7番藤本翔太選手、中央へ切り込み、ボールを持ちまして巧みなステップワークで中央付近を駆け上がりました。5ヤードのゲイン。キャリア7番は藤本。サイドワインダーズセカンドダウン。サイドワインダーズ自陣43ヤードからセカンドダウン5。パス不成功。パスインコンプリート。パスは不成功。ここで一気にロングパスを投じました。託されましたがワイドレシーバー8番、競り合いながらこれをキャッチセントしましたが、しかしパスがボールは前のダウンの位置へ戻り、ダウンが1つ進みます。アメリカンフットボールはパスが不成功、失敗しますとゲームクロック時間が止まります。前半戦終了まで残り7分41秒。サイドワインダーズサードダウン5、ボールオンは自陣43ヤード。ナイスラン、ファーストラン。サイドワインダーズランニバック7番、ハンドオフから中央突破、そこから左を展開しまして攻撃権更新を果たしています。サイドワインダーズファーストラン、見事攻撃権更新を果たしました。ランニングバック7番の藤本、約15ヤード走り、新たな攻撃権ファーストダウンを獲得しています。攻撃権は引き続きブラックのユニフォームサイドワインダーズ、敵陣41ヤード付近よりファーストダウン10。41ヤードに入りましたのファーストダウン10。ここでクォーターバック19番、一気にエンドゾーンへのパス。ワイドレシーバー8番、そこに走り込んで、そのエンドゾーンに飛び込んでキャッチしてタッチャー。8番、竹原翔太郎選手へのパスが成功。サイドワインダーズ、竹原選手、6点獲得となりました。そのままエンドゾーンに駆け込みタッチダウン、6点を追加。見事なタッチダウンパスを投じました、クォーターバック19番ワイド。取りました、ワイドレシーバー8番は竹原でした。サイドワインダーズ、トライ4ポイント。サイドワインダーズトライ4ポイント。トライ4ポイントは不成功。キック失敗です。6点止まりとなりまして、サイドワインダーズ19点、クラブウェアズ3点という状況になりました。しかしサイドワインダーズタッチダウンによりさらにリードを広げる形に成功しています。クラブベアーズのフィールドゴールにより状況を変わらんとするところでしたが、サイドワインダーズここでタッチダウンでその状況を覆し、状況を主導権を握り返す形に成功しています。さあ今度はそれをクラブベアーズ再び返す刀を決めることができるでしょうか。サイドワインダーズのキックオフで試合再開となります。クラブベアーズリターナーは同じく7番と21番が務めます。7番は杉田、21番は山田。得点を挙げました。サイドワインダーズのキックオフで試合再開です。クラブベアーズリターンに入ります。リターナー7番、スピードを生かしまして右を得点を挙げました。自陣30ヤード付近からの攻撃を受けています。この力からクラブベアーズの攻撃数を変わります。選手約15ヤードのリターン、リターナー7番は過ぎた。攻撃権はホワイトのユニフォーム、クラブベアーズ自陣31ヤード付近よりファーストダウン10。クラブベアーズ自陣31ヤードからファーストダウン10。
さあランプレーから入りました。キャリア43番託されまして右オフタックル突破を図りましたが、これをクラブエアーズ79番対応しまして、ランプレー1ヤードのゲインにとどめています。ゲインは1ヤード。サイドラインに立たず79番は滝川。クラブベアーズセカンドダウン9、ボールオンは自陣32ヤード。さあ再び中央へのランプレー。45番の突破力に託しています。クラブベアーズ川端選手の3ヤードのゲインとしています。キャリア45番は川端。タックルしたのはサイドラインダーズ20番、富山陽大選手。タックルしましたのはサイドラインダーズ20番の富山でした。クラブベアーズサードダウン6、ボールオンは自陣35ヤード。クォーターバック3番ここパスを投じようとしましたが、そこから流れてスクランブル、緊急発進のランプレーにより攻撃権更新を図りましたが、わずかにそれに届いておりますヤードほど前進しましたが、わずかにファーストダウンには至っていない模様です。クラブベアーズフォースダウン1ヤードという状況、実際は1ヤードございませんが、この状況をどのように選択するでしょうか。ボールオン自陣41ヤードからクラブベアーズフォースダウンインチ、プレーを選択します。フォースダウンギャンブル、前進しないと攻撃権を失う。フォースダウン4回目の攻撃に入ります。さあここで中央突破上がった。ファーストダウンを取ったでしょうか。見事ギャンブル成功。クラブベアーズファーストダウン。このわずかな距離をランニングバック45番の突破力に託しました。45番ハンドを受けてダイブしまして、この距離を獲得しまして攻撃権更新です。クラブベアーズファーストダウン。クラブベアーズ自陣43ヤード付近よりファーストダウン10。さあここへ来て川端の突進力が実を結びつつあります。クラブベアーズ自陣43ヤードからファーストダウン10。さあこのパスどうなったか。パス成功。パス成功。パスナイスキャッチ。ここで左に来ましたワイドレシーバー7番にパス。7番非常に際どい位置ながらこれを見事にキャッチし、エンドゾーンフィールドラインに着地成功し攻撃権更新です。サイドラインギリギリでボールをキャッチ、ファーストダウンを獲得しています。敵陣に入りまして敵陣38ヤード付近にファーストダウン。相手陣に入りました。相手陣38ヤードからファーストダウン10。さあランニングバック45番粘ります。ハンドオフ託され中央突破、そしてセカンドエンド、そして味方オフェンスラインの力が入りまして5ヤードのゲインを果たしています。オフェンスラインの強烈なブロックもありゲインは4ヤード。オフェンスラインマンの52番57番などさまざまな、そして影になりますブロッカー陣もここで力を出しております。クラウベアーズセカンドダウン。ベアーズ52番は陣で57番は白江。さあ再びランプレー、しかし今度はクラブベアーズランニングバック45番川端選手、ボールを持ちまして気を引きましたが、サイドラインダーズ10番が突進しまして、このランプレーを阻止しております。力と力の攻防になりました。素晴らしいタックルしましたのはサイドラインダーズ10番の浦田。クラブベアーズサーダウン6、ボールは相手陣34ヤード。さあこの判定どうなる。パス成功。パス成功。クォーターバック3番プレッシャーを浴びつつ、しかしパスを投じまして、このパスを90には見事にキャッチしました。しかしわずかに攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンと変わります。
しかし、わずかにファーストランには至っていません。クラブベアーズブースター、そしてその期待に応えました92番は山中でした。クラブベアーズ、さあ生かすでしょうか。再びフォースダウンギャンブルに入ります。クラブベアーズフォースダウンインチギャンブル。さあ中央のランプレー入った。ランニングバック45番川端選手の中央プレー。さあファーストランは取ったでしょうか。攻守交代、攻撃権更新ならずギャンブル失敗。守り切りました。4回目の攻撃失敗ですので攻守交代です。攻撃権変わりましてサイドワインダーズの攻撃となります。ここはサイドワインダーズのディフェンスが踏ん張りました。ファーストランテン前半戦終了まで残り2分21秒。一転して力と力の攻防戦がありました。この攻守のシリーズクラブベアーズそのまま押し切らんとするところでしたが、しかしサイドワインダーズこれを食い止めまして攻撃権を奪取しております。サイドワインダーズ自陣29ヤードからファーストダウン10。前半残り時間は2分21秒。さあパスが通った。パス成功。サイドワインダーズナイスキャッチ。ファースト、ファーストここで右に展開したワイドレシーバー24番へのパスでした。24番これを伸び上がるようにキャッチしまして攻撃権更新です。サイドワインダーズ自陣40ヤードからのファーストダウン10。パス不成功。パスインコンプリート。パスは不成功。ダウンが1つ進み、このパスコントロールミスがありましてパス不成功に終わっています。ダウン1つ失ってセカンドダウンに変わります。前のダウンの位置へ戻ります。ここでホイッスル。あ、レフリータイムアウトです。ここで装具の確認がありましてレフリータイムアウトが入ります。プレー再開します。確認終わりまして試合再開になります。サイドウェインダーズ自陣40ヤードからセカンドダウン10。パス成功。さらにいきます。ナイスゲーム。ファーストダウン。ファーストダウン。ここを冷静に前のレシーバー25番目のパスによって攻撃権更新としました。サイドワインダーズファーストダウン。期待に応え見事キャッチしましたのはサイドワインダーズ25番のイカイ。敵陣に入りまして敵陣40ヤード付近よりファーストダウン10。前半終了まで残り1分30秒。サイドワインダーズ相手陣40ヤードからファーストダウン10。さあランプレーを投入したがここはクラブベアーズディフェンス踏ん張ります。キャリア41番の突破を、しかしサイドワインダーズランニングバック41番ベアーズのディフェンスに殺到しまして1ヤードにノーゲインに留めております。ここでホイッスル。サイドワインダーズ前半1回目。ここでサイドワインダーズ前半1回目のタイムアウトを取ります。ここでブラックのユニフォームサイドワインダーズ前半1回目のタイムアウトを要求。アメリカフットボールでは各チーム前半に3回後半に3回タイムアウトを要求することができます。サイドワインダーズは前半1回目のタイムアウトを要求。場内アナウンスの通りアメリカンフットボールのタイムアウトは前半後半に双方3回ずつ取れます。ここでクラブベアーズはサイドワインダーズはできる限り時間を確保せんとまずその1回目を使いました。チーム名の下側にアメリカ、画面上にはチーム名の下側に黄色いバーの表示があります。このバーの数が双方のタイムアウトの残り数とご承知いただければ幸いです。
さあここで仕切り直す形でサイドワインダーズは1回目のタイムアウトを取りました。残り時間1分10秒という制限時間内に果たして得点になるでしょうか。そのための作戦を現在練っております。そのタイムアウトを解けまして試合再開となります。サイドワインダーズ相手陣39ヤードからセカンドダウンテン。パス不成功。ここで一気にロングパスを通しました。ワイドレシーバー25番の総力にかけましたが、しかしこれはディフェンスのカバーもあり、またパスもオーバースローにてパス不成功となっています。ダウン1つ失いサードダウンに変わります。パスインコンプリート、パスは不成功、パスが失敗していますのでゲームクロック時間が止まっています。前半終了まで残り1分3秒、時計は一旦止まる形になります。サイドワインダーズサードダウン、サイドワインダーズサードダウン10、ボールオン相手陣39ヤード。キュービーサーブ、しかしここでイエローフラッグ反則が発生しています。斉藤純選手 QB サーク、しかしここでファールマーカー反則が発生している模様です。さあここでパスを投じんとしたところ、クラブベアーズ66番の QB サークがありましたがイエローフラッグ反則が発生しています。審判団からフィールド上に黄色いウエストが落とされますと反則発生を意味します。果たしてこの反則どちらのチームにあったでしょうか。パーソナルファール、フェイスマスク、クラブウェアーズ57番、10ヤードのペナルティでオートマチックファースダウン。ディフェンスの反則です。ただいまの反則は、守備側、クラブウェアーズにパーソナルファール、フェイスマスクを掴んだという反則です。非常に危険な反則として扱われます。フェイスマスクを掴みますと、反則の度合いによりまして、今回は10ヤードの罰金となる、15ヤードの罰金となりました。従いまして、攻撃権は自動的に更新という形になりまして、15ヤードのペナルティーが課せられます。サイドワインダーズは15ヤード前進して、その地点よりファーストダウン10の攻撃となります。サイドワインダーズ敵陣24ヤード付近よりファーストダウン10。インターセプト、ターンオーバー、パスインターセプト、攻守交代。ここで一気にサイドワインダーズは得点を挙げんと連続の奥へのパスを通しました。しかしこのパスを見計らったようにクラブベアーズの21番がインターセプト、パスを強奪することに成功しまして攻撃権交代、攻守交代になりました。ターンオーバー、投じられたパスはフリーボールとなり、どちらのチームの選手がキャッチしても構いません。ディフェンスの選手がキャッチしますと攻撃権が入れ替わります。厳しい状況でしたクラブベアーズ、この山田のインターセプトにより攻撃権ダッシュ成功しております。自陣13ヤード付近よりファーストダウン10。さあ攻撃権が増してクラブベアーズ自陣13ヤードからのファーストダウン10。さあこのランが抜けていく、ナイスラン、ファースター、ここでランニーバック45番のランプレーが抜けました。中央密集点をすり抜けるように一気に中央突破、大きく前進し攻撃権更新になっております。クラブベアーズファースター、クラブベアーズ前半1回目、ここでクラブベアーズは前半1回目のタイムアウトを取ります。クラブベアーズ先ほどのプレーはランニングバック45番川端選手の中央プレー、素晴らしいランをしました。45番は川端ヤードのゲイン、ようやく期待に応えんとするビッグプレーが出ました。クラブベアーズ前半1回目のタイムアウトを使い時間を止めます。前半終了まで残り31秒。さあこのタイムアウトです、どのような手を打ってくるでしょうかクラブベアーズ。ボールオンは自陣37ヤードまで返しております。
しかし残り時間前半は31秒、この時間内に得点を上げないとこのポジショニングそして状況は全てリセットかかる形になります。さあ生かせるでしょうかこの残り時間。クラブベアーズファーストダウン10。さあまたランプレーから入ろうとしました。キャリア45番の突破力続かんとさらにハンドオフにより突破を図りますが、しかし1ヤード減に止まっております。川端選手中央プレー、しかしここはサイドワインダーズのディフェンス集まり早くボールを持った選手が中で倒れた場合は時計が回り続けます。前半残り時間10秒を切ります。前半終了。ここで前半の時間がなくなりました。ここで前半戦の終了です。 NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催第69回西日本社会人アメリカンフットボール選手権大会グリーンボールジュニアトーナメント交流戦、サイドワインダーズ対クラブベアーズの試合は前半戦を終了しまして19対3、19対3でサイドワインダーズがリードしています。